どうでした生配信、生配信あの時で一番最高で300人ぐらい、うん、全国の人が、もうこのクソ忙しい時によくぞそうね、ゴールデンウィークの、うん、何この昼間狭間の平日のね、うん、子供たちがいないから今洗濯しなくちゃ明日からまたっつって頑張ってる時でもね、すごくやっぱりこう、なんかすごくこう、生配信もやってくださいっつっていっぱい来てました。今日ね、生配信のとこ編集できないから、うん、ねえ、お母さんがこうね、ついついこう、口をこう、そう、余計なこと、あの余計なことを言ったときになかなか、余計なことというかね、まあ、それも含めて、石田千恵子ですけどね。うん、だから、はい、昔のほら、小説とかああいう時に、はい、今ではこうピーって入れなくちゃいけないような文章がいっぱい、あ、表現ね、表現が、ね、表現がありますよね、あるじゃない。でもそれが文学だったはずだし、そういうね昔のものを全部否定してしまったらどうするんだろうっていうものがあって、要するに、うん、寛容さがない、はいはい、その寛容さは許せるものと何とかあるでしょうって言うけど、いや、あの、うん、違うんだよねっていう、あの、こう、視点が、うん、まあ、難しいところですね。あの、芸術と、まあ、放送コードみたいな、放送でこうしちゃいけないもの、それと、まあ、芸術のこう狭間というか、うん、けど昔、時代によっても違うじゃないですか。昔は OK だったけど、今はもう全然ダメだって、まあ、石田さんちで言うと、ね、正直昔はこう子供たちがね、こうお風呂から出てきて全裸でこうね、こうワイワイ騒いでた時も普通にこうね、放送してた時期もあるし、だって今日本でも小学校何年生まででしたっけ、はい、それ以上の結局あの女の子はお父さんと、男の子はお母さんと一緒に風呂に入っちゃいけないとか、うん、それから浴場に連れてっちゃいけないとかっていうのが、まあまあ、この前なんかで出てきましたよね、何歳っていうのが出てましたよね、具体的に、で具体的に、へー、うん、だってアメリカなんかだったら完全に犯罪だもんね、そうね、自分の親でもね、だから親と一緒に風呂に入ったなんて言ったらさ、何それって言われちゃうけど、うん、でも、ね、あの変な話けど、なんつうの、こう性に関してのこういろんなあのチョイスみたいな、はい、ちょっとこう面白おかしい表現っていうのは、はい、江戸時代まではもうそれ当然のように使ってたみたいね、神の前でも使ってたし、神の要するに仏様とかそれから神社とかなんとかでもそういう表現があったのに、あの明治になってそれが禁止用語になっちゃったっていう、うん、けど今日も僕お母さんに一言も生でライブ配信するなんて言ってなかったでしょ。そうなのよ、土手に上がってちょっと僕も急に思いついたように、そうだってずっと昔からそういう人だから、うちの放送ってみんなそうじゃん、なんかあの未だに覚えてるのはブチがお母さん今年は石田家の教育問題でやりますって言って、はい、そのつもりでさ私もインタビュー受けてたつもりなのに、いざオンエアされたら、はい、どこにも出てこないって言うんで、ってことって聞いたら、いやあの違うことがあって、だから、ね、いろんなものが起きてくるじゃない、まあまあまあやってるうちにね、あの台本があるわけじゃないから、はいはい、それなら、ね、出てきた結果がは、いやけど今日僕何にも動じないですよね、お母さんね、うん、だってだって急に始めても、うちはそういうスタンスでやってるから、そうですけど、まあとにかく生配信を多くしてくださいっていうメッセージがいっぱい届いてきましたし、何よりも僕の息遣いがうるさいと、いやそうね、それはね、だって自分が持ってんだから一番そうじゃない、近いから、すそう、だから僕のとりあえず息がうるさいということでしたんで、でしょうね、それはわかる、だから次はちょっとマイクをちゃんと用意して、お母さんにもワイヤレスピンマイクを用意してきっちりね、僕の声は別にねいらないんですよ、視聴者の方も、だってあのもう本当に出たとこ勝負でやってるからねじゃあお母さん、最後にこれ今日生配信ちょっと急にやったじゃないですか、今後どうします、これやってみます、生配信で、生で例えば、質問コーナーとかね、子育ての教えてください、千恵子さん教えてくださいコーナーとか、いやいや教えるようなのはない、本当にね、あの今回あの、講演頼まれたんで、自分の本をこう読みてたら、はい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 、私これから全然前に進んでないんだいやけどそうけど
そうじゃない。それはけどお母さんがずっとその時思ってたことと、うん、今思ってることと変わってないってことでしょ、うん、変わってないっていう、うんうんうん、それはそれでいいんじゃないですか、うん、それはそれでけどそれ言っちゃダメですよ、お母さん。第2弾第3弾書いてもらわないと。いやいやいや、子育ても子育てもだから、いや、その後にその、ね、自分がその、はい、なんていうのこう公園で言ってるより、はい、助けてって言える自分でいてほしいって、そのためには、はいはい、それはね、あそこには書いてなかった言葉だもんね、うん、だからそういうのっていうのはやっぱりあのお年頃、そうそう、だから それはまあだって書いた時もう10年経ってじゃないですか、経ってるんですよね、水害にあったのってもう5年ですからね、やっぱりその10年間でまたお母さんがね、こう10年間で得たものみたいなことっていうのは、うん、またね、更新してね、行かざる、行くもんだと思うんで。だからそういうのを、こうメッセージ、もう生で、生公演、うん、うん。なんかちょっとお母さん、生いいかも、いいですよ、生。僕もちょっと編集大変なんで。そう。てめえ、それかいっていう。じゃあ、いやもう楽だなと思って。だって、ピーって入れなくちゃいけないことがいっぱいあるって騒いでたじゃない、自分で。さっき撮影したやつが、もう皆さん見てもらえるんですよ。これ楽、これほど楽なことはない。最悪じゃん。これ私本当に、どこ、あ、ここ、これか。忘れないように。お母さん、それニューバッグじゃないですか。そう、あの安いやつね。高いのは買えないけど。これね、中がこうなの、オープンなの。はい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 。すごい使いやすいでしょ。で、ここに、ね、うん、あれで、して、こっちもこうできるんですけど、はい、この中がオープンしてここに書類ずっと入れてできるから、よくこう横っちゅうのがあるけど、ほら、あ、そういうことね、うん、でここがちゃんとなってて、はい、でこっちもこうオープンになってて、だからすごい、あ、使い勝手がいいねって。じゃあ次はお母さんこうしましょう。次はちょっと機材と、僕はもうちょっと痩せて息切れしないようにして機材の充実を図ってやりましょう。